イザベル2世はエルサレム女王。ヨランドとも言われる。エルサレム王じゃん1世とエルサレム女王マリーアとの間の一人娘。西ヨーロッパのローマ皇帝フリードリヒ2世の二番目の皇后。母エルサレム女王マリーアはモンフェラート公、コンラート1世とエルサレム女王イザベル1世の長女で1210年に十字軍に参戦して活躍した。 シャンパーニュのキシジャンドブリエンヌと結婚した。マリアは1212年にイザベルを出産後、三直熱で死去した。生後数日でイザベルはエルサレム女王として即位し、それまでマリアと共同統治していた父ジャンは、イザベルの摂生となった。1222年に、ローマ皇帝フリードリヒ2世は、教皇ホノリウス3世の希望により、 女王イザベルとの結婚と十字軍への参加に同意した。イザベルとフリードリヒはアグネス・フォン・バイプリンゲンを通して血縁関係にあり、この結婚は教皇の特面上を必要とした。1225年11月9日にイザベルはフリードリヒ2世と結婚し、フリードリヒ2世は結婚式当日からエルサレム王を名乗っている。1228年4月25日、 イザベルは、後のローマ王コンラート4世を生んだが、同日死去し、アンドリア大聖堂に葬られた。イザベルの死後、息子のコンラート4世がエルサレム王位を継承した。ありがとうございます。